というわけで、怒り伝道から始まりました。今回のエヴァンゲリオンな。はい。エヴァンゲリオン。うん、私は一回も見たことがありません。じゃあやめた方がいいよ。さあ今回は何かと言いますと、うん、今までお見せしていなかった私の特技を披露しようかなと。え、なんかいろいろ今までなんか太らせる力とか、はいはい、なんか小銭を出す力とか、あ、なんかいろいろやってましたけれども、いや、そんなもんドブションベンドライのですよ。悪口きったね。全然。え、だってあれ結構あれで、テレビで出していただいたりとか、ドブションベンドライのです。いや、だからそれよりも、うん、ちょっと本当に皆さんに見てほしい特技が1個あるから、うん、それをちょっと今日はちょっと見てほしい。何特技って。映画館行きます？うん、結構好き。それこそエヴァンゲリオンも映画館で見ました。まあ、映画館とか行くと、うん、まあ、ポップコーンとかね、うんうん、食べるじゃないですか。うん、食べる。食べれてます？あ、どういうこと？上手に食べれてます？あ、まあ、ポップコーン、うん、俺はね、どっちかっていうと申し訳ないけれども、うん、あんまり映画館の中で物食べない派で、あんまり食べてほしくない派なのよ。じゃあ話が進まないよ。あ、食べるわ。大好きなの、映画館で食べるの。イエスかノーって聞いてるんだよ。うん、持ち込みしちゃう。第3のビール出すんじゃないの。自分でお弁当作って映画館で食べちゃう。スーパー違反だ、そんなの。あ、それはダメなのね。何やってんだ。売ってるもの、現地で売ってるものを美味しく食べながら映画見てます。お前ドブションベンドライの泥棒だ。そんなやつ一番悪いやつだ。まあでもポップコーンとかね、食べる人もいるよね。で、一応ポップコーンは、うん、あんまり音がしないからっていう理由で、うん、一応あるんですけど、それでも食べるときにパキって言ったりとか、あー言うね、ちょっとガサガサって人いるでしょ。キュッってなったりするね。俺あれ一切ないから。俺、うん、お菓子食うとき、うん、音立てずに食べるプロだ。そんなやついる？マジで。一応ちょっとなんか、うん、お菓子、あ、はいはい、ランダムにいろいろちょっと持ってきました、今回は。じゃがりことかハッピーターンいける？いけるいける。うまい棒なんか絶対無理じゃん。いけるいける。え、これをもう一回おさらいし、はい、音を立てずに食べれるってこと？そういうこと。そんなやつ、だってもうすでにだよ。うん。これ言っちゃ悪いけど、ポップコーンってなんで推奨されてるかっていうと、もう袋じゃなくて、はい、一切器に触らずに食べることができるのよ。そういうことですね。開けなくていいのよ、ポップコーンって。はいはいはい。だから音が鳴らない。うん、もうこれ音の鳴るものだけども。ああ、ほらほら、この時点で。なるほど。これも、鳴らさないです。鳴らさない。そんなやついる？今回はすいません。うん。面白くはありません。ただすごい動画です。はい。困ります。はい。面白くなきゃ困ります。そんな動画はいりません。ちょっと面白い顔で食べますじゃあ。はい。あ、そう、音立てないで食えんの？立てない。本当に大丈夫。だってちょっとあれだよ。うん、今やってみていい？いただきます。あー、もうブーブーブーでしょ？でしょ？そんなもやっぱり、ま、ちょっと気をつけるだけで、うん、ね、これも音がやっぱり、このここから先の自分のことゲルだと思ってやるだけで、こんなに動いてるのに、あ、すごい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 、もう自分がこう、すごいすごい、ね、わかりますか？あ、これがさっき言った面白の要素ですか？そうです。期待できるかもしれない。もうこの後は皆さんボリュームをマックスにしていただいても、うん、耳がびっくりすることはありません。いいの？無音の世代です。じゃあこのお菓子、一番ならなそうなやつが言ってていい？ちょっとまずそれやってみましょうか。うん、うんうん、一番ならなそうな、うん、ゼリー。はいはい。ゼリーはまあ逆に音鳴らす方が難しいのかなと思う。まあそうですね。うん、じゃあちょっと開けたところだって、まず持っても音鳴らないし、これは。あ、そうですね。うん、でも一応、うん、あのいいとこ持ってください。うん、ちょっとじゃあゼリーをもう持つところからやっていい？じゃあ、はい、置いてあるところからスタートでいいですか？そうね、普通に持っちゃうと、うん、多少こう、あ、本当だ、本当だ、本当だ、うん、だけどもってことでしょ。はい、はい、それじゃあ、せーの、ギフト、音を立てずに、はい、お菓子を食べきります。そんな時間なんだよ。うるせえな。こんな時間が。ああ。ね。ね。もうそがれた。100メートルの決勝だと思ったよ。コンセントレーション高めてさ。ね。大前提としてさ。うん。映画館でこれやってんでしょ。まず映画、面白い映画やってんのに。映画見ててくれます？ちゃんと。なんですか。俺はイメージ的にだよ。なんですか。なるなるなる、そんなの。ビリビリ。
あ、美味しい。お、音鳴らさずにじゃないの。いや、それなんぼなんでも無茶ですよ。映画見てます、うん、ね、うん、もう静かな恋愛映画です、うんうんうん、みんな泣いてます、うんうん、そんな時にこのゼリーを音を出さずに食べる、食うなよ、ね、想像してください。いきますよ、はい、すいませんでした、止めちゃって。ちょっとうるさいわ。ちょっとうるさいわ。山本さん、なんかチピチピ言ってるわ、なんか喉とか鼻とかが。めっちゃ腹立つね。なんですか。だからそれは一回ちょっと関節を、あの関節をなくしてんのよ、わかる。一つのタコの触手みたいなもんで。なんですか、全部やるのこれ。10から15からこれ全部これやるのこれ。特別初級だっつってんのに。特別暇な視聴者の方が見てます今日。いや、すいません、止めてしまって。で、一回か集中切れるんだよな。あ、すいません。あ、はい、いきます。うるせえな、うるさいって。いや、もうさ、ここ笑わせに来てるじゃん。何が笑わせに来てるじゃん。だってもう全然進まない今日。ごめんなさいね、ほんと皆さん。いや、まずだよ、うん、これでも音鳴らないじゃん、ほら。もういや、それだって鳴らないよ、これで。鳴らないけど、ほら、これで持つまではよ。姿勢静かにして、うん、これ音鳴ってないじゃん、これでいいのに。食べるとこまで行かなきゃいけないんだ。一回ほんとして我慢する。すまんすまんすまん、申し訳ない。はい。行くよ。はい。これはいいの？何ですか？今のはいいの？何ですか？今のはいいの？今何ですか？めっちゃ気合入れたけどさ。はい、何ですか？ずってた音したんだけど。これいいの？聞こえなかった。してませんよ。あ、すまん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 。あ、俺だけかな、勘違いか、ごめんごめんごめん。1日何回もできることじゃないの、こういうのも。ちょっと吸うとこまで我慢して。オッケー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 。吸った後に音がしたかどうかをジャッジしてくれ。オッケーオッケー、分かった分かった。一回我慢、本当に。ごめん、みんな行くよ。ジャッジお願いします。いや、もうジャッジっていうか、もう、はい、どうぞ。罰をお願いしますでしょ。分かった。でも、もう綺麗なチュピンっていう音鳴ってましたね。鳴ってなかった、チュピンっていうの。いや、あ、本当？うん、だってこんな初級。ああ、まあまあ、そりゃそうだ。これ鳴ってたんじゃもう今日なんてもう成立しませんよ。そりゃそうだ、うん、そうでしょ、うん。普通に食べたってなりますよ、だってこんな。ちょっと、うん、続き後半戦もあるから、うん、いいですか、うん、じゃあ、はい、静かにお願いします。
うるさいなぁ。ちょっと、ちょっとやめて。はい、クリア。いや、クリア？今のクリアでいいの？今のはクリアですね。まあ、このように。どのようにだよ。え、どんなお菓子も。え、マジでこのペースでいける？全部いけるよ。まあ、じゃあ俺はもうしょうがない。最悪、うん、袋開ける音はまあ、じゃあ目つぶるよ。はい、はい。しょうがないから、これは物理的に。あくまで食べるという。こっちのセリフですよ。次なんだろうなぁ。どれでも大丈夫ですよ、別に。え、じゃあ須田子さんとか結構これはまあまあ枕初級でしょ。全然全然、まあ、それでも、うん、まあ、最悪いいよ、このカチャカチャはまあしょうがないよ。お願いします。お、そんな音あんま出ない。まあまあまあ、そうだね、うん。じゃあ映画館で、うん、須田子さん太郎を食べる方法。まず食うなしな、そんなもん。匂いもきついし。開けてからね。いいよいいよ。開けてからだから。ここでもしょうがない、ここでいいよ。しょうがない、しょうがない。うん、いいよ。ノーサウンドワールドへようこそ。すみません、勇敢です。住んでるもので、やっぱ私も、みんなも生活があるもんです。すみません、それはもう。申し訳ないです。と今日がそがれるな。すみません、申し訳ないです。改めましてお願いします。行きましょう。須田子さん、ノーサウンドでお願いします。はい、あー、これはいいんじゃないでしょうか。このように、あー、すごい。今の分かる。なってなかった気がする。なってないですね。うん、ちょっと涙目にはなります。あの、ちぎらないからこうカッていっちゃうんだよね、直で。そう、噛みはね、喉の芯の方に。うん、次いっていいですか。じゃあどれでもどうぞ。え、じゃあいい、じゃがりこ。これってだって音が一番おいしいじゃん、じゃがりこって。いきましょう。はい、じゃあ、まあ、できるところ、できる子ならば。テレビチャンピオンじゃないからこれ。はい、お願いします。これも開けるところ、まあ、開けるところからお願いします。じゃあ、意味がないか、それ映画館でやるのかよこいつ。早く食えよ。いいよ、体勢変えなくて。もうずるじゃん、それ。自分の胸で押し付けて。めっちゃ、布団かぶってるみたいなもんだけど、めっちゃ鳴ってるけどな、そこは。いや、
やいや、ここまで汚なっちゃった。そこなら、いや、ここまで何見せられてるの、もうこっからよ、こっからどういうことあ、飲むの、あ、どういうこと、かまない、かまない、すごい、かまない、こいつ、バイクだなバイクじゃない、バイクじゃないよ、マジで邪魔だな、確実にお前のポリ、いや、鳴ってるからね、何このオチ、毎回鳴ってるから、鳴ってないから、じゃがりこの醍醐味ってやっぱこれこれこれ、じゃがりこっていくのが楽しいのよ、それを音鳴らさないだと思ってたの、こっちは。いや、まあそれでもいけるけど、うん、本当に出したくないんだったら今みたいな感じで、やっぱり、じゃあ頼むよ、じゃあ この虚無にするやつ賢者タイム、一回ゼロにするね、賢者タイム、これじゃがりこだと思わない、じゃがりこ食べるって思ってやっぱ音が出るから、あ、だからこれちょっと難しいけど、あ、なるほどね、一回ゼロにするから、うん、そういうことか、うん顔芸じゃん、ただ顔で笑わしただけじゃん、もう、うん、早くしてくれよ、食ってくれよ、いいから、いや、まず映画見てねえしな、こいつもすでに、だよ、うるせえクレーマーかよ、うるせえ、今いいシーンなのに、めっちゃいい調子だったのに、いや全然よ、ほんとひどいよマジで、分かったよ、うまい棒くらいんだろ、うまい棒ね、うまい棒いける、うまい棒なんかいっつも音するよこれ、いい、あ、コンポタか、うん、何が違うの、コンポタはなかなか、うん、なるの音が、うん、何だったらならなかったの、あのチョコでコーティングされてるずるいじゃん、もう選んでる時点でダメな、ありとあらゆるものは食べても大人がないですよ、ね、もう時間もないから、じゃあこれ食べて大成功、チャッチャッチャッ、もちろんいいよ、もちろんいいよ、それで流すの、この映像なんだろう、これ顔休憩挟むのよ、腹立つな顔うるせえめっちゃ顔音鳴ってる、ずるい、それはずるいだろな、それもダメなんだ、映画館じゃ、うん、もうそっからはいいだろ、もうウィニングランみたいなもんだから、
出したところからいいよもう。おおじゃないんだよ。オペじゃんもうオペ。うん。うん。なってるけどな。なってるけどなバチバチ。うん。なってるけどな、ずーっとなってるけどな、ずーっと薄く一番迷惑な音の鳴り方、ずーっとなってるやつ。マジできるんだって。できてなかったじゃん。何、環境が悪い。どう、いやどうって何、最近最近の話、今回のことじゃなくて、もうこれ忘れてよ。どう最近どう、いや腹が立ってるよ。あ、最近は。そうかそうかそうか、約束を守れない男がいるからよ。そうかそうか、腹が立ってるよ。いやもう新しいレシピ考えてるじゃん。もう近寄るな近寄るな、おい、お菓子ダイナマイト、お菓子ダイナマイト。はい、失敗ね、この企画今回大失敗ね。嘘ね、嘘。いやそんなことない。うん、もうこうやってね、ダメよ、人前に出てありもしない実力をなんか発揮させるようなことを虚偽で。今回失敗ね。じゃ あ, あ、じゃあ謝罪お願いします。できませんでしたと映画関係者すべての視聴者に謝ってください。今映画館でおっぱいバレーを見てる皆さんいねえよんなやつ、やってねえ。そもそもこの度私がお菓子を食べて騒がしくしてしまって、うん、申し訳ございませんでした。うん、そうだな。次回は、うん、さらに、うん、素晴らしい特技、すべての果物の皮を歯で剥く男気持ち悪い、気持ち悪い。ご期待ください。やるわけないだろそんな。すいませんでしたありがとうございました。二度とは言わせませんので、ありがとうございました。